今回ご紹介するのは、元女優の榎本かな子さん。1980年9月29日生まれ、出身、東京都、身長、157センチ、小学2年生から4年生まで、全速を直す目的もあり、水泳、ピアノ、日本舞踊を習っていました。ピアノは練習が嫌いだったため、途中でやめましたが、日本舞踊はずっと続けていたと述べています。 小学4年生から中学2年まで塾に点々とか良い。家庭教師も3人頼んでいたそうです。小学6年生の時にスカウトをされてモデル活動を始め、本格的に中学2年生の時に芸能界入り。1995年、テレビドラマ、家なき子2で本格的にデビュー。同ドラマでは、足立由美演じる主人公、相沢鈴をいじめる裕福な家のお嬢様、木崎エリカ役を演じ、劇中の、 エリカが例えてあげるというセリフで一役注目を浴びました。悪役ではあるものの、その特徴的なキャラクターが受け、結果的にこの役が彼女のブレイクにつながりました。また同年、フジテレビビジュアルクイーンにも選ばれています。2004年春、プロ野球選手の佐々木和弘との不倫交際が発覚。佐々木は2005年3月18日に前妻との離婚が成立。 同年4月29日に佐々木との間にできた男児を出産し、同年5月9日に結婚。2006年6月17日放送の細木和子の緊急大予言に2年ぶりに夫と共にテレビに出演。2007年2月13日放送の最終警告。たけしの本当は怖い家庭の医学にも夫婦でテレビに出演しています。しかし佐々木との結婚とほぼ同時期に女優業からは一線を退りき、 その後芸能界も引退しました。2020年放送の行列のできる法律相談所に出演したンジのヒロインのメンバーの福田巻がファンだと公言をし、出演依頼されますが、本人が芸能界を引退したことを理由に、出演拒否、結婚15年の歳月を経ての事実上の引退宣言となりました。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。